HTC-U11 HTV33 でブーストプラスの使い方をご説明します。ブーストプラスとは、 AI が利用状況などを確認し、バッテリー管理や不要なアプリ、ファイルの削除をしてくれる機能です。それでは設定してみましょう。ホーム画面でアプリをタップします。ツールをタップします。ブーストプラスをタップします。次へをタップします。ストレージ容量、メモリ使用量が表示されます。ブーストはメモリを管理してスマホの操作、動作を軽くします。トップページから設定をタップし、スマートブーストにチェックを入れると、自動でメモリを管理してくれる設定ができます。電源オプティマイザは、選択したアプリの画面解像度を最適化してバッテリーを管理します。アプリを管理は、容量の大きいアプリやしばらく使っていないアプリを表示し、アンインストールをします。右上の並べ替えをタップして、アプリの順番を最適に並び替えができます。ジャンクを消去は、キャッシュファイルやテンポラリファイルなど不要なファイルを表示し、消去します。アプリをロックは、ロックはアプリごとに個別にかけることができます。ブーストプラスをバッテリー管理にお役立てください。